はいどうもこんにちは、サイです。今日はですね、体をゲヘナを描いていきたいと思います。マッシュルのキャラの描き方は再生リストにまとめてありますので、よかったらそっちも合わせてご覧いただけると嬉しいです。描き方に入る前に一つお知らせをさせてください。私のオリジナル漫画キングが Kindle で全話無料公開中です。 Kindle で感想を書いてくれた人にはリクエストを確約でお答えするっていう企画をやっています。概要欄のリンクから飛べますので、ぜひぜひ感想を書いてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。ほっぺをぷくっとさせて、で輪郭を丸く描きます。で、みで、目はにっこりさせていきます。で、二重のライン、眉毛は前髪を描いた後に最後に描きます。で、反対側、右目もだいたい左右でこれ高さ揃えてにっこりさせます。で、二重のライン、で、口はちょうどこの真ん中で、輪郭の真ん中でにっこりさせます。で、前髪は右目の端からスッと上がっていったところから一本細めの毛束を下ろしていきます。で、左目側に流していって、最後大きな毛束で、で、もうちょっと流して、で、横の毛を下ろしていきます。で、リボンを結んでいきます。5つですね。 1,2,3,4,5 と。で、ここちょっとタッチ入れておきます。真っ黒に塗っちゃっても OK です。今度右目側も流していって、耳横の毛を下ろしていきます。で、これはだいたい左右で長さ揃えます。で、このリボンの位置もだいたい左右で揃えて、 1,2 ちょっともう輪郭邪魔なので消しますね。3,4,5と。ここもタッチ入れておきます。で、こっちの耳がちょろっとだけ見える。で、この前髪と前髪の間に眉毛を描いていきます。ちょっとだけ眉毛が見える感じです。で、ここからグイッと斜めに上げて、くるくるっと丸めて、で、同じぐらいの位置でここからまた斜めに下ろしていきます。で、最後髪の毛のラインを入れておきます。はい、というわけで完成です。もし参考になったらチャンネル登録やいいねボタン押してもらえたら嬉しいです。え、何か書いてみたいリクエストがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。